この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ホネットの耳寄りインフォメーションです。この番組ではホネットのスタッフにスマートフォンの話題を中心に生活に役立つ耳寄りな情報を紹介してもらいます。今回もホネットが山梨日日新聞で連載中のスマホ生活123と連携します。紙面で紹介しているスマホについてのあれこれを分かりやすく解説します。講師はホネットグループ教育事業部の坂井祐介さんです。坂井さん、今回もよろしくお願いします。お願いいたします。さて、前回はアプリを使うための準備の仕方を教えていただきましたね。はい、許可とかね、そういうのが出たらおっしゃって大丈夫ですよみたいな話を簡単にご説明しましたが、はい、今日はですね、ホーム画面というお話ですね。スマホをつけた時の最初の画面ですね。はい、そうです。ちょっとね、ホーム画面って何って方もいらっしゃると思う、これです。はい、はい、アプリが一番並んで、一番見てね、並んでいる画面になります。この画面が実はですね、いろんな方とお話ししたりとか見させていただくと、こうなってるぐちゃぐちゃになっちゃってるとか、はい、あとはですね、もう一つがアプリの話をしたときにやっぱりこう探すのに時間がかかる。あれどこ行ったっけ、これがどうのっていう話になったりする。特に最近だとね、いろんなお店行ってもアプリ入れませんかって話たくさん入ってると、はい、もう探すのがすごい時間かかっちゃうみたいな。そうですね、はい、アプリを追加していくとだんだんと溜まっていく、ね、そうなんですよ。なので今日はこれを整理しましょうと。すっきりしてますね、はい、これちょっとやりすぎな感はありますが、きちっと自分が使いやすいように整理をしてみましょうということで、今回はですね、なんとここにちょっと普段とは違うものが置いてありまして、はい、これ何かというと、ちょっとわがまま言ってですね、僕が出張教室の時に使っているそのままを環境を用意していただきました、はい、なので、はい、こちらですね、はい、これです、僕の手が持っていきます。はい、こういう感じでちょっと説明をしていこうかなと思います。ではですね、ちょっとどうやって整理するのっていう話なんですが、はい、まずは iPhone から見ていきましょうかね。例えばじゃあカメラよく使うんだけど、この上の方にあると押しづらいってなった場合、はい、これを移動しようとなるんですが、実はですね、移動したいものをこう押し続けると iPhone の場合はこうやっていろんなものが出ます。はい、項目がいくつかありますね、でこの中で必ずホーム画面を編集というのがあるので、これをちょっと押しちゃいましょう。そうすると震えますね。そうなんです、これ iPhone 分かりやすくてですね、これプルプル震えてる間は動かせるよっていう印なんですが、でこれでカメラを押し続けて指をずっとずらしていくと、なんとここ で指離してもらうとそこで好きな場所に移動ができると、はい、しかもね、勝手に並び替わってくれるので、はい、押せるんですが、これこのままブルブルしていると使えないので、はい、必ず下の丸いボタンをプッと押していただくと、これがブルブルが終わるよという感じですね。これで使えると、はい、ね、ただですね、この説明もう一つだけ補足が必要で、はいはい、ボタンがないタイプの iPhone、 そうですね、新しいものとかはボタンがありますよね、はい、の場合はホーム画面を編集、プルプルさせて、何かちょっと移動させましたとなった場合、はい、丸いボタンがないと。どうやって終わるかっていうと、この完了っていうのを押していただくと終わります。あ、完了ボタンが出てくるんですね、はい、という感じで並び替えできるんですが、実はこの説明 Android でもそんなに変わりません。はい、はい、Android も今回、2つパターン用意しました。そうするとこっちの、ね、左側の方が見慣れてる方も多いかもしれないんですが、これもじゃあ Android 動かしてみますね。じゃあカメラを下に持ってきたいってなった時には、はい、カメラを押します。なんか出ました。項目は少ないですね。そうですね、でこれが出たらもう動きます。あ、そのままもう動くんですね、はい、プルプルはね、実はしないんですよ。なのでこれで離してあげると、ここにより簡単に移動ができると、はい、でちょっとね、 iPhone と違うのが勝手に並び変わらないので、はい、ここ空いたままになっちゃいます、はい、じゃあこっちも Android であることには変わりがないので、ここですね、じゃあこれを下にずらすってなった時にもこのままいきます、はい、ただ今度はなんか画面がちょっとちっちゃくなって、下に完了っていうのがあります、は
はい、これを押して終了というパターンですね。簡単な方は完了というボタンがあって、はい、まあ、分かりやすいように終わるよという印があったりするパターンもあります。こんな感じで、ね、できるんですが、じゃあ今度はまとめる、まあ言ってしまえば iPhone も例えばこれ何に使うのみたいなものが入ってたりするので、最初から入ってるものですね、はい、こういうものをちょっとまとめてどっかこうあまり触らないところに置いておきたいとなった場合にもどうするか、先ほど手順は一緒ですね、はい、ホーム画面を編集しておいてプルプルさせたら、じゃあこのホームとウォレットっていうのをまとめたいってなった場合、はい、もうちょっと大きくしてウォレットを持ったままホームの上で待ってるとこんな感じでなんか広がるので、ここで指を離してあげるとこういう感じでひとまとまりになります。これだけで、はい、一つの箱の中にこうまとまるようなイメージですかね、はい、でこのちょっとぼやけてる外のところをちょんって押してあげるとこうやってこんな感じでまとまりました。机の上をこう整理するイメージで、はい、そうですね、なんか箱を置いてそこにこう鉛筆とか消しゴム入れた感じですね、はい、イメージとしてはこんな感じのことができます、はい、で、Android も操作としては全く一緒ですね。Android ちょっと見づらかったりするので画面ちょっとだけ大きくさせてもらって、じゃあちょっと このカメラと設定をまとめてみましょうか、はいはい、これも同じようにこれ何も出ませんが設定の上で指離してあげるとまとまります。本当ですね、はい、で、まあ、これこうやってやると中が見えるよ、他のところを押すと引き込むよ、じゃあこれ何個も入れられるのって言ったら何個も入れられます。へー、使わないようなものとかはこうやってまとめちゃって、さっきの合わせ技じゃないんですけど、じゃあ上置いといちゃおうか、どうせ触らないし、はい、っていう風にしておくと、まあ、すっきりするよ。で使うときにそこから取り出すイメージで、はい、その箱を押してアプリを選ぶということですかね。そうなんですね。あともう一つ、増えていくとこの次の画面がね出てきたりするので、ページを渡ることができるので渡れます。実は端で待ってるっていうのがもう一つあって、こんな感じで逆に言うと2ページ目に落とすこともできれば、こっちにあるものを元のところに戻す、はい、これ iPhone もちょっと一回やってみましょうか、はい、iPhone の場合もちょっと2ページが今出てきましたので3ページ目まで行っちゃいましたけど、はい、ちょっと慣れるまでね行き過ぎちゃうんですけど、ここに落とせば1ページ目、2ページ目、3ページ目になります。よく使うものを例えば1ページに置いといて、はい、あまり使わないものを3ページに置いとか、そういうこともできるそうですね、はい、でなおかつまとめていただくと、どこだっけって探すことがなくなります。で、はい、本当に慣れてない方ですとこれ探すのすごい時間かかっちゃって見つかんないとかよく分かんなくなっちゃうということが結構あるんで、はい、お見受けしますしありますので、ぜひですねちょっと時間あるときに自分が使うものだけスッと出せるように並び替え整理等をしていただけると、それだけでもずっと使いやすくなると思いますので、ぜひお試しください、はい、ということで、はい、ぜひホーム画面の、ですね、自分の使いやすいように整理をしていただければと思います。ということで今回はホーム画面の整理の仕方、アプリのアイコンの動かし方、まとめ方について教えてもらいました。坂井先生、今回もありがとうございました。ありがとうございました。次回は教育事業部の新しい試みについてお伝えします。それでは次回の放送もどうぞお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。